はい、こんにちは。今日はね、残念な知らせがございますんでね、今からそちらに行ってみましょうかね。今から行きますよ。はい、はい、それではね、向かってみましょう。はい、出てきましたけどね。はい、こちらでございます。さて、じゃあ向かってみましょうかね。昨日一昨日ね、第2弾出したんですけど、まさかね、昨日の話ね、それが真意があるとは思ってなかったんで、どうかな思ったんやけど、なんか破産されますよっていうような話を聞いたんだけど、こんな動きがあるということでね。しかし、まあ1週間ぐらいかかるやろうという話だったけど、急にね、先ほどですけどね、ほんと先ほど、こういう形でね、破産申請するということで、渡ってから反対かかってますか。ちょっと店の前からはね、何人もいらっしゃるっていうかね、今2人いらっしゃるんでね、どうだろう。あの人がどけたらね、ちょっとカメラ見てますけどね。まあ行かれましたね。行かれました。こうですよ、こう。はい、結局ね、結局ですよ、みんな文句言ってましたやろ、返金の本店がないということで、近鉄の方も非常にね、ものすごい感じで混乱しとるらしいですよ。それでね、あの文面見るとね、基本的にはもう一回ね、これは開けたいような感じのね、文面ですよ。それがね、結局ね、あまりにもすごい混乱が激しいんでね、まあやることできないということで、再開不可能ということでね、難しいみたいですわ。あの近鉄道が返金して、ここは返金したいということで、まあ高田の方みんなね、非常に怒ってたんでね、その怒り方がひどかったね、惜しかったんだけどね、そんなんで申し訳ない。そんなんでね、結局破産申請されたみたい、破産申請をねされたみたいでね。どこの記者のかな。朝日新聞です。朝日新聞さん、わしら YouTube やもんね。あ、そうなんですか。だから今日、あのこの地元やから、もうものすごくお客さん怒ってんやわ。そうですね、あの返金の問題で怒ってんの。そうですね。それでね、これの書き方はもう開けたいばっかりの感じやったから、あ、弁護士さんね、家号さん、破綻のことも書いてあるんですよ、これ。破産のことも。それでちょっと取りに来て。あ、家子さんね、この人が破産申請。ということは、昨日閉店のお知らせ貼ってたのかな。貼ってたんや。わし確認してんのにね、2日の日に分かってなかったわ。残念やったね。あの閉店いうことでね、ちゃんと貼ってありますわ。はい。動画は撮んの。こういうことでね、閉店のお知らせが貼ってありますわ。昨日貼ってあったかもしれんな。全然ね、見落としてますわ。はい。で、こちらの方がね、弁護士さんのお知らせです。ここが前貼ってあったな。こんなんでね、結局、ダメでしたね。再建はできませんね、これは。やっぱりね、大混乱だったみたいなんでね、ダメでございました。まあこれ出るまでね、ちょっとわしも半信半疑だったんやけど、なんかするんじゃないかって聞いてたんやけどね。まあね、近鉄だけが返金して本店が返金しないということで、まあ高田の方みんな怒っとったんでね、それも一問題があるんですよね。ほんまに困ったもんで。はい、残念なお知らせでございますけど、閉店されるそうです。閉店、今朝日新聞さんがね、取材してますけどね。ちょっとね、ちょっと申し訳ないけどはい、家には入れることできんけどね。はいはい、今やってやりますわ。あの、もう一回見ましょうかね、破産申請とかね。そういうことで残念でございます。高田市民の方、うなげんさん、2月7日で閉店、もう無理でございます。
今ね、朝日新聞さん来られてね、帰られましたけど、取材してありました、これで君にね、はい、あの今ね、朝日新聞さんね、俺何のかに来とんのに、あれ貼ってたかもしれないんだ、全然分かってなかったね、ぼーっとして見てるもんやからね、はい、そういうことで、はい、閉店でございます。はい、高田市民の方申し訳ございませんが、そういうことでございます。まあね、やり方があったんやろうけどね、もうちょっとね、残念ですわ。近鉄もよりは混乱したんだろうね。領収書がなかったら返金せしないなんかなってるもんやからね。ほんで本店の方は全然ね、もう返金の返事もないからさ、あらやろうと思ったら、あれ社長が出てきて、あの本店でね、謝ってね、謝り尽くしてね、やだね、できないことなかったと思うんやけどね、全然出てないし、ほんでみんな怒ってんねんて、高田の恥や言うて怒ってありましたもんね、昨日一昨日の時点ではね。はい、ほんで返店でございます。はい、ありがとうございました。